い、こんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか？ジャギーン、浅井です。デュアルではありません。ウィルソンの従来のウィルソンスタップ、今もう定番もないんですけども、6系型ウィルソンの当て取りグラブですね。浅くて広い、よく開くグラブでございますが、このクロスロックとフィンガーチップ、通常は別の場合が多いんだけど、こう繋がってるんで、今日はそちらの方ね、アーカイブの意味もあってやっておきたいと思います。ここで全部で1本です。ギリギリ長さ2メーターぐらいいるのかな ?1.8 かな、どうぞ。よいしょ。指スタートで、指感はちょっと広かったから、広めに入れて、よいしょ、よいしょ、つながってるんやね、やっぱりね。ここら辺は普通なんだけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、で、指に入ったところから、今度はウェーブだけど、なおさら足りるよな、こうして、こうして、お、よし、で、そうなのかな、で、お、どうして、で、あ、足りるか、足りるよな、足りるはずだよね、こっち、おー、いってた、で、上、で、ウェーブだけど、ここをガチガチに取るんだよね、よく見たら、こう来て、で、一回戻るんだかな、これ、
戻ってラウンド、戻ってそれってすごいな。よいしょよいしょよいしょ。で、ここからだもんね。クロスロックに入ります。ガチガチだなこれ。こうでしょ。で、ここで、あとは行って帰るだけなんだけど、よいしょ。よいしょ。ドルだわね。すごいねこれ。よいしょよいしょ。どうかな。あとあとこしょんで、もうだいたいカゴついたんだけど、よいしょ。ほんとガチガチだね。しかもタンレースっていうね。ギター。で、ここで縛っておしまいです。このレーシングは長いですね。よいしょよいしょ。ほらグリス入れたのもあるけど、これレースがクロスロックだしガッツガツだから、これ硬いな。うわー広い。へえ。感じです。はい、どうでしたか。久々に長いレーシングでしたね。この当て取りっていうね、もう今のこの、内野手ラインがほとんどデュアルになってるんですけども、こちらは従来の定番品 6K モデルでございました。それでは皆さん、さようなら。